いやー、今日年末です、年末。2023年12月30日。今年、夏にクロスバイク走って、雫石方面行くときに、必ずここを寄って、ジュース買ってたんですよ。ちょうどいいんだな、ちょうどいいんだな。今日ママチャリなんだけど、家から20分で来ましたね。びっくりだよ、俺。どこまで体力ついたのっていう感じで。いや、この進化ぶり。2週間ぶりのチャリンコなんですけど、まさか12月30日にチャリンコ乗ってることもびっくりなんですよ。あったかいのもちょっと汗じわっとかきましたよ。この12月30日年末にこの天気って、釜石の天気に似てるね。釜石を走ってる感がね、なんかフラッシュバックしてきましたね。で、今日は2023年に味噌ラーメン特に食べたんですよ。汗ドッとかくと味噌ラーメン食べたくなんですね。で、その中でも一番美味しく感じたラーメン屋さん、どうしても今年のうちに行ってみたいなと思ってましてね。そこは向かってます。ただね、予想外に早く着いたから、開店前に着くんじゃないかなっていう感じです。まあでもね、チャリンコで、マムチャリで行ってまいりましょう。では行きますよ、行きますよ。左手、斜め左方向。スイカのガスタンクあるところですね。すっごいこの一漕ぎがなんか推進力違うもん。別に整備したわけじゃないですよ。朝ちょこっとだけ空気入れただけですけども。いやー、やっぱりずっと歩ってたからな、最低でも1日1万歩ぐらいは歩いてたんで、かなりね、違いを感じますね。違いを感じる、あれだよ、タラララじゃないからね。で、ここ今ね、カメラでは分かりづらいと思うんですけど、ちょっと上り坂、これもうね、なんかね、余裕だもん。前だったら、これ、かなりね、こう喋れなかったと思う。息切れたと思いますよ、このママチャリだと。びっくりボーン。いやー、ここさ、道幅は普通なんだけど、歩道ないでしょ、歩道。今ね、トラックにクラクション鳴らされたわけよ。それは、あれだよ。俺を追い越そうとした車が、なんですか、向かいから来るトラックの車線を越えようとしたから、ブーって鳴らしたのと、あと軽自動車がね、グーンって俺を睨みつけるかのようにさ、グーンって、もうギリギリ走ってギリギリね。で、あとはエクストレイルだね、エクストレイル。エクストレイルも、煙をね、グーンって。うんと追い越してって、無理やり追い越してったっていうね、普通の道幅だよ。もうちょっとさ、これ県道だよね。もうちょっとやす、森を、チャリンコに優しい道作ってって言いたくなるよ。普通に左側走ってこれだよ。で、この左手、新しい道路をずっと作ってるんですよ。どうなのかな。水はけが悪いから相当難工事だと思うんですけど、来年できるのかな。こう右手にね、松風さんって、松に風って書いて松風さん、うめんだよこのラーメンでね。ここのね、おやじさん、すっげえ顔怖いのさ。 なんだけどすごくいい人、腰が低くて、いや、うまかったですって言ったら、すごくニコッとしてさ、こわもてがニコッとして、またいらしてくださいみたいな。あ、今ね、秋田新幹線来ました。秋田新幹線、陸橋の下をくぐってきました。映像には映ってるかどうかわかんないですけど。でね、今跨線橋を越えました。越えて、あそこになんかちっちゃく映ってるのかどうかわかんないですけど、広角カメラなんでちっちゃくしか映ってないの。こう、ね、下からこうピュッてこう、建物ね。あれどうもね、地元の人たちは、ウルトラマンの
なんていうの、あの指令するところ、アンヌ隊員とかそういったところの建物だって、そういう呼び方してるみたいですね。このパチンコ屋さんの駐車場を突き入っていくわけですよ。突き入って、あれね、あれね、これ目の前にあるのがウルトラマンの基地ね。で、ここにね、あのパチンコ屋さんのでっかい看板あって、ここにね、その前にある、あ、やってた、明かりはついてます、ついてます。僕が頼んだのが家電醤油ラーメンでございます。家に伝わる醤油ってことなんでしょうね。昔ながらの懐かしさを感じる醤油ラーメンですね。これは味噌ラーメンに劣らず、なかなかのお味でございます。2024年も国道46号線はチャリンコで走る機会が多くなりそうなので、こちらのお店を利用することも多くなりそうですね。味噌、醤油と攻めましたので、次は何にしようかといったところですね。いいですね、いいですよね。各地にお気に入りのお店があるってのはいいですよね。それだけ健康的に各地を歩き回っているという証左でもあります。家電醤油ラーメンも中盤戦へと差し掛かりました。どこの醤油を使っているのか気になってまいりました。おそらく雫石にある醤油さんのものではないかと推察されますが、僕結構お店の人と仲良くなると聞き出してしまうのです。特に自分でラーメン屋さんを開業しようというつもりはなく、いつも頭の中であの醤油であの出汁を使えばこういう味になるよねって妄想するのでありました。今のところ野菜の旨味からとんでもない出汁を取れるだろうというのは妄想の完成形に達しており、いつかキャンプをした時にでも遊びで作ってみようかと思っております。そういう遊びってのも楽しいですよね。妄想から何かを生み出すって最高ですよ。皆さんもやってみたらいいです。あっという間にラーメンも最終盤戦へと差し掛かりました。昔ながらの醤油ラーメンはあっという間に過ぎ去ってしまいます。あっという間に食べ終わってしまうのですが、頭の中での余韻はしばらく続くのが最高ですね。この余韻が残るからあのお店にまた行ってみようと思うわけです。こちらのお店は余韻を感じさせてくれるラーメンを提供してくれるのでありました。